こんばんは。仮に A 君としよう第22回。ようこそいらっしゃいました。実況者のアルセです。雪の降る夜、学校から帰れなくなった学生たちが語る怖い怖い怪談です。早速続きからといきたいところですが、4人目の語り部 Y 君が学校で得体の知れないものを呼び出してしまった話です。これからお祓いに行くというシーンからです。この辺って小さな神社がいくつかあるだろう。その中でも大きそうなのを選んで行ったんだ。そういえばあの時鳥居をくぐったら少し体が軽くなったような気がした。これはまあ気のせいだろうけどな。それでそこの人っぽいおじさんがいたから声をかけたんだ。そしたら、うわっ!って僕を指さして、お前何したんだ?って。何って僕はまだ何にも話してないのに、そんな反応されたのが意外だったよ。ここからはうろ覚えの話になるけどさ。何って何ですか?何もしないでそんなことになるわけないだろ。お前だって覚えがあるからここに来たんだろ。いいから何をやったのか話してみろ。どっかに行ったとか何をやったとか。学校で怪談が実際に起こるかを試しました。試そうとしたものは起こらなかったけど、別の何かが現れました。お前の学校ってどこだよ。〇〇高校です。〇〇のあたりにあるところだよな。そこで具体的に何をした。階段の踊り場にある鏡の前に午後6時に立って拝みました。鏡?鏡か。まさかあれじゃねえよな。でもこの感じってあれだよな。おじさんは境内の掃除をしてた人だったんだけど、すっごい嫌なことが起こったって顔してそのまま神社の隣の建物に入っていった。ついていこうとしたら、ちょっとそこで動かないでくれるか、周りのものに触ったりもしないでって、汚いもの扱いだよ。何が起こってるのか僕が一番知りたいのに。その後すぐ別のおじさんと一緒に出てきた。さっきの人はつなぎ着てたんだけど、新しい人はダウンジャケットだった。それでその人顔が怖かった。本当だなこれは。怖かった顔が余計に怖くなって、もう僕はどうしたらいいのかって思った。悪いことした覚えはないけど、今にも怒鳴られそうだったんだよ。もう反射的に謝ってたな。ごめんなさい。それの姿は見た。見ました。大柄で髪の毛が長くて、そうです、布みたいなものを巻いていて、揺れてて変な声出してて。声が出るのか。どんな声。って唸ってるみたいな、鼻歌かもしれないけど。ああそういう。笑ったりはしてない。すごい声で。それはないです。そんなこと聞かれたもんだから、うっかりあれが笑ってるとこを想像しちゃったよ。本当にやめてほしい。それでその人たちはそいつの正体を特定してくれたらしい。学校に現れたやつなのに、よく神社の人がわかるなってその時は不思議に思ったんだけど、そのあたりはおいおい説明するよ。その時はあまり詳しく説明してくれなかったけど、とにかくあまり良くないものだと、ものとだけは教えてくれた。神のようなもので、どっちかっていうと邪神に近い。今までにそれが人を殺したことはないけど、
どうなるかわからないって。誰かについたこともなければ、払ったこともない。だから、うまくいくかはわからないけど、とりあえずやってみる。そんな風に言われて、安心できるはずはなかった。最悪だったよ。自業自得じゃん。しかも学校帰りに行ったから、そろそろ夜って時間になっててさ。もっと明るい時に行けばよかった。次の日は土曜日だったし。払う前につなぎのおじさんはいろいろ電話して人を呼んでるみたいだった。怖い方は一回社務所に入って行ったけど、そのうち戻って僕に言った。親御さんも呼んでほしい。僕の親はあんまり幽霊とか信じる方じゃないから嫌だったんだけどさ。バカなことして迷惑かけてって怒られるのは分かりきってたし、場合によってはおじさんたちが変な人扱いされて家に連れ戻される可能性も高かった。でも勝手にいろいろやるわけにはいかないからって結局呼ばされた。母親は忙しかったから父親だけ。事情説明したらこれが案外あっさり納得してくれたんだ。実は僕って最近よく寝ながら出歩いてるらしいんだよ。野良猫を見てフラフラ歩み寄ったりとか、立ち尽くしてフラフラ揺れてたりとか。自分じゃわからないんだけど、それを父さんが見てて引き止めたこともあったらしい。それでそろそろ病院かお祓いに連れてこうと思ってたんだってさ。やっぱり僕って変なことしてたんだな。自分じゃ覚えてない分、気味が悪かったよ。父さんが来る頃にはつなぎが呼んでた他の人たちも集まってて、つなぎが呼んでたって言ってるな。それまで静かだった境内がざわざわし始めてた。十数人くらい来てて、そんな大ごとにすることなのかって、そこでやっと重大さが分かったっていうか、みんなすっごい僕のことチラチラ見るし、険しい顔してるし、それだけでもう怖かった。みんな集まる頃には日が沈みきってて、暗くなってからようやくお祓いが始まった。今度は社務所の中に入っていいって言われて、僕とおじさん二人と父さんだけで入ったんだ。僕はてっきりそこで呼んだ人たち坊さんか何かかと思ったんだけど、ああ神社だからそれはないか、神職の人たちかなって思ったんだけど、その人たちに囲まれて払ってもらえるのかと思ったんだよ。でも違う。物々しい雰囲気の中、先にお手洗いだけ行かされて、それから奥の座敷に案内された。教室くらいの大きさで、畳と障子だけの何もない部屋だよ。怖いおじさんは御符をくれた。あとお守りと鏡も。その時だけ怖いっていうより気まずそうな顔してた。そんなことは、こんなことは前例がなくて、どう払えばいいのかわからない。だからとりあえず昔あれの笑い声で気が触れてしまった子供を払ったとされるやり方をする。うまくいくかはわからないけど、何もしないでいたら確実にあれの強さに引っ張られて命を落とすだろうから、きっと大丈夫だと思うけど、そう言ってた。なんていうか、こんなこと言ったら悪いけど、すごく頼りなくて不安だったよ。怖くてもいいから、こうすれば絶対大丈夫だって方法を教えてほしかった。あの時本当正直ほとんど死んだようなつもりでいたよ。昔子供から払った方法はやり方だけなら簡単だ。対象者は部屋の戸に御符を貼り、一人きりで閉じこもったまま一晩を過ごして朝を迎える。それだけ。ただ簡単に思えるけど、これが案外精神的にきつい。だってただでさえ怖い目に遭ってるのに、一人きりで夜を過ごすんだぞ。その間は
絶対に外へ出てはいけない。誰かが呼んでも返事をしてはいけない。扉を叩かれても開けてはいけない。どれだけ長い夜になるんだろう。僕はもういっそ一思いに殺してほしいくらいだった。父さんがどこから買ってきたのかお菓子をくれた。それで明日の朝まで絶対出るなよ。誰もお前のことを迎えに来たりしないからな。開けるなよって心配そうに言うんだ。それでみんなは部屋から出て行って、僕一人。急いでお札を貼って、部屋の真ん中から少し外れたあたりで正座してた。あ、布団も敷いてあったよ。つなぎのおじさんが寝てろって言って敷いてくれた。どうせ起きてても怖い思いをするだけだから、さっさと寝て朝を待て。ただし、本当に朝が来たかはよく確認すること。騙されることもあるから、そう言ってた。どんなに怖くても人って眠くなるものなんだな。暖房がなくて寒くてしょうがないから布団にくるまってたんだけど、そのうち眠くなって寝てたんだ。そのまま朝になってればよかったんだけど。目が覚めたら境内にいたんだ。ぼーっと目を開けたら暗くて、どこにいるのか一瞬わからなくて、気づいた時には血の気が引いたよ。あれだけダメだって念押しされたのに、絶対にしちゃいけないことをしちゃったんだから。社務所の方を振り返ったら玄関開きっぱなし。時計もないからわからないけど、多分深夜だし真っ暗で誰もいない。僕って何やってもこうで、いや、何でもない。とにかく、お祓いは失敗したんだ。だからといって、まだ死んだわけじゃないし、正常な判断力があれば、父さんたちのいるところに行ったんだろうけど、その時の僕は、なんだかぼんやり寝ぼけてて、すごく眠くなったり、はっきり起きたりを繰り返してた。そんな中で、どこかに行かなきゃいけない気がして、気が向く方に歩き出してた。ふと気づいたら、鏡を持ってたんだ。座敷に入るときに渡されたやつで、多分最初から持って出てきたんだろうけど、気づかなかった。鏡を見てたら、いるんだ、あいつが。僕の後ろをついてきてて、ゆらゆら揺れている。姿を見たら、って声も聞こえ出した。その時は一瞬で消えたりせずに、ずっと僕の後ろをくっついて歩いてた。怖かった。でもこうやってちゃんと歩いて、たどり着けば大丈夫だって、なんとなく思ってた。僕はその後、神社の社の中に入った。普段は勝手に入ったらいけないんだよ、もちろん。でも、全然ためらいもなく扉を開けちゃって、中は豪華な作りで御神体が置いてあった。その御神体、鏡なんだよ。丸いお皿みたいなのが、台座に立てかけてある。覗き込んでみたら、僕の後ろには、あれが二人いた。僕は持ってた鏡をご神体の隣に置いた。それでもう僕のやることは終わった気がして、なんだか安心したのをよく覚えてる。あんな状況なのにな。そのまま社から出たら、あのおじさんたちも、呼んだ人たちも、父さんも、みんないた。びっくりして心臓止まるかと思ったよ。ということで今回も時間になりましたので、このあたりで終わりにしたいと思います。なんか部屋を出ちゃダメとか言われて、実はこう、社の外に出ることを、まあ予感してたというかね、そんな感じのストーリーですね。次回もお楽しみに。じゃあの。